はい。えー、皆さん、こんにちは。鈴木盛生チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、必要な知識について解説をしています。今回のテーマは、糖尿病神経障害です。最初に、糖尿病の三大合併症について説明し、次に、糖尿病神経障害の感覚神経障害について説明します。運動神経障害、自律神経障害について説明します。 そして糖尿病足病変無痛性心筋拒絶無自覚性低血糖について説明します記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し最後に糖尿病神経障害に関する国家試験過去問題について解説をしていきます糖尿病は最小血管を障害しその血流障害によって糖尿病の三大合併症をきたします糖尿病網膜症糖尿病腎症 糖尿病神経障害です。え、糖尿病を無治療で放置すると、まず糖尿病神経障害が3年から5年以内に合併してきます。え、次に糖尿病網膜症を10年以内に合併しますえ、最後が糖尿病腎症で15年以内に合併すると言われています。え、糖尿病神経障害は多発神経障害え、別の言い方をすると多発ニューロパチーを起こします。 この多発ニューロパチーは左右対称に手袋靴下型感覚障害を起こします。え末梢神経は体幹から遠位であればあるほど細くなっていますから細い動脈に栄養されています。ですから糖尿病による最小血管障害によってまず遠、えー、位、体幹から遠位の 両足のしびれが起こって、次に両手もしびれてくるようになります。この四肢末端から起こるのが、手袋靴下型の感覚障害ということになります。感覚神経は一般に運動神経よりも細いですから。運動神経より先に障害されるということになるわけです。糖尿病神経障害は末梢神経障害ですから。 当然、末梢神経に含まれる感覚神経、運動神経、自律神経の全てが障害されます。深部反射、別名顕反射は反射球の中が障害されているときに低下するという特徴がありました。え糖尿病神経障害は末梢神経障害ですから、えその顕反射の求心路である感覚神経も障害されますし、遠心路である運動神経、 イコーール下位運動ニューロンも障害されますその両方が障害されていることによって顕反射は低下するということになるわけです糖尿病神経障害は末梢神経障害ですから当然自律神経障害も起こってきます起立性低血圧は圧縮起反射が正常でないことによって起こる立ちくらみのことです圧縮起反射は 急進路も遠進路も自律神経ですね他にも排尿障害や排便障害による下痢便秘発汗障害など自律神経障害は多彩な症状が出てきますその中で勃起障障害害も自律神経障害ですね糖尿病性勃起障害は診断された時点ではもうかなり進行していて非可逆的になっています ですから根治することは難しいわけです根治は難しいですけれども、えー、最近では薬物治療で治った状態にはできるようにだんだんなってきました、えー、この勃起障害の進行を予防するためには、えー、血糖を調節したり血圧を調節したりすることによって動脈硬化が進行しないようにすることが重要ですしまた血流障害を起こす 起こす原因となる喫煙、これはやめなければいけません糖尿病神経障害によって感覚が低下することにより足の裏の怪我や足の裏の火傷、熱傷に気づかないことがあります糖尿病は動脈硬化と最小血管障害による血流障害がありますから早症治癒は遅延していますしまたエネルギー酸性障害がありますから免疫力も低下しています この足のけがや熱症部位に感染を起こしてえそになると下肢切断の原因になったりします。これが糖尿病・足病変というわけです。糖尿病患者は動脈硬化症を合併しやすいため虚血性心疾患を合併してきますね。しかし自律神経障害があると狭心痛などの症状が現れず患者が気づかないために 虚血精神疾患が進行してしまって、えー、無痛性心筋梗塞を起こしてしまうというようなことになります、えー、糖尿病患者さんは経口糖尿病薬を使っていたりインスリン治療をしていたりして、えー、低血糖を起こすことがあります、えー、低血糖は交感神経刺激症状を起こしますけれども、えー、糖尿病神経障害による自律神経障害によって この交感神経刺激症状が出現しないことがあります。これが無自覚性の低血糖ということになります。えー、慢性自律神経障害と繰り返す低血糖発作により突然意識消失などの重篤な脳,脳症状が出現します。国家試験には確実に合格する学習方法があってこのチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています。 国家試験に合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていることをあなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をしていればそのような状態になるので合格できるわけです。LTD は記憶の三原則にも有効で、理解して覚える記名、短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期のことです。えー、学習効率の非常に良い LTD について詳しく知りたい方は、別の学習方法の会をご覧になってください。 それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、皆さんは早期の訓練をすることになるので、記憶に保存されて忘れなくなります。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができてとっても喜んでくれます。その時には、「ハッシュタグ鈴木もりるチャンネル」、「ハッシュタグ糖尿病神経障害」とつけてください。お願いします。 最初に糖尿病神経障害の感覚障害について説明してください。次に糖尿病神経障害の自律神経障害を説明してください。えー、最後に無痛性心筋拒絶について説明してみましょう。過去の国家試験に糖尿病の3大合併症でないのはどれかという問題があります。網膜症、腎症、末梢神経障害が合併症ですから、答えは心筋症になります。 必修問題で糖尿病の合併症でないのはどれかという問題が出ていて腎障害、神経障害、網膜症が合併症ですから肝硬変が違うということになります。牧障害を起こすのはどれかという問題ですね。糖尿病神経障害による自律神経障害で牧障害を起こします。糖尿病性牧障害で余っているのはどれかという問題があります。 まず分かりやすいのは2番ですよね。えー、自律神経障害の症状で糖尿病目規障害が起こりました。そして、えー、喫煙は、ね、血流障害を起こしますから、ますます、ねえー、目規障害を起こしてしまう、悪化させてしまうということで、えー、これは正しいということになります。そして、えー、目規障害ですから、ね、これはもう治療に関しては、 パーートナーの協力を得るる必要があとということになります1番、血糖調節で回復する、ね。回復すればいいんですけれども、え残念ながら非可逆的ですね。ねただ、まあ、薬等を使って、ねえー、治療することはできます、ねえっと。根本的に回復させるということはできないということになります。えー、糖尿病患者に合併しやすいのはどれか、ねえー、糖尿病神経障害がありますから、えー、下肢の近くのん間があるわけですよね。 ところで、糖尿病神経障害があって、えー、感覚神経運動神経が障害されれば深部反射イコール腱反射は低下するということになります、えー、糖尿病神経障害で正しいどのはどれかという問題です1番四肢の筋から遠いと感覚障害が進行するのでしょうかいえ違いますね、えーえー、遠いから感覚障害が始まります 2番、感覚神経、運動神経の方が障害されやすいのでしょうか。細いのはね、感覚神経ですから、感覚神経の方が障害されやすいということになります。3番、自律神経障害を伴うでしょうか。これは当然伴いますね。4番、通覚が障害されない理由はありません。はい、糖尿病神経障害について大事などのはどれか。神経細胞にアミロイドが沈着するということはありません。2番、体幹部から始まるのではなくて、遠位から始まります。 3番、血流障害が、えー、原因なわけですよね、えー。糖尿病の三大合併症はすべて血流障害が原因です。4番、自律神経に障害を認めますね。えー、糖尿病神経障害で耐震はどれか1番、運動神経は温存されるという理由はありませんね。2番、感覚障害は中枢側から起こるのではなく、遠位から起こりますよね。 3番三大合併症の中では晩期に発症するのではなく一番最初に発症することが多いですね4番自律神経障害は無自覚性的血糖に関与しました A さん56歳男性会社員はデスクワークが多い仕事をしている40歳児の会社の健康診断で新型糖尿病と診断され紹介されたクリニックで血糖高果薬を処方されて内服を継続していた 50歳頃からあ視力の低下と持続性タンパク尿を指摘され腎臓内科を受診し食事指導を受けたしかし仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった1年前から足のしびれが出現するようになった A さんの現在の状況のアセスメントで適切なのはどれかという問題です1番緑内障が疑われるのでしょうか視力低下がありますけれども、えー、糖尿病に合併するものとしては えー、網膜症やあそれから白内障といったものによって視力低下が起こっていると考えるのが普通です。2番、運動療法が必要でしょうか、ねえー、もうすでに糖尿病腎障害を起こしているので、えー、運動は控えなければならなくなっています。3番、糖尿病性神経障害が疑われるでしょうか ?1 年前から、ね、足のしびれが出現するようになったこの方はねし、えー、神経障害の方が後から来ていますけどもやっぱり。 足のしびれときたら糖尿病神経障害と考えるのが素直ということになります四番、高タンパク質の食事摂取が必要でしょうかこれもすでに腎障害があるので低タンパク食になりますこれは別の回、糖尿病腎障害の回やああ慢性腎臓病の回をご覧になってください 国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。え今回も最後までご視聴ありがとうございました。